KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは地域対抗ターゲット300。ベガルタは県内の市町村を盛り上げるため、遠藤選手は仙台、マセ選手は大崎といったように、その地域を応援する選手を置いています。今回は南三陸を応援する長澤和樹選手が登場。FC 南三陸の佐藤朝日くんとチームを組み、キックターゲットに挑戦します。1人10球で最高300点、2人の合計点で争う地域対抗戦です。先週の気仙沼の記録は180点、今月はその他に女川、東松島がエントリーしています。チーム南三陸の長澤選手は去年加入した32歳。ピッチを縦横無尽に走り、チームを助けるドイツでもプレーしたことがある元日本代表です。あの100点狙いたいんですけど、まあちょっとちっちゃいんで、最初20点ぐらいから狙っていければいい。100狙うんすか。最初にさ、100狙って5本ぐらい入んないとちょっとテンション落ちるから20狙います。よし。もうよし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 、これ行くんじゃないですか。20で。いや、これあるんじゃないですか。最高得点あるから。長澤選手の作戦通り20点を連続で成功。最高得点記録更新の予感。流れいいから100行きたいな。50。4球目もわずかに外れ、5球目。もう一回50でいきます。よし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 、おいし。お見事。気持ちを立て直して50点ゲット。これで90点獲得です。6本目か。100いっとこうか。その後も果敢に100点を狙い続ける長澤選手。しかし惜しいところで決めることができません。そしてラストのチャレンジ。もう一回最後100でいきます。惜しい。おおよそ狙いの方には行ってたんで、まあ、悔しいですけど、またチャレンジしたいと思います。次は前の自分を超えれるようにちょっと練習していきます。惜しい。果敢に100点を狙い続けた長澤選手、記録は90点でした。チーム南三陸はどこまで記録を伸ばせるか。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって、地域対抗のキックターゲットで争うターゲット300。チーム南三陸長澤選手の記録は90点。佐藤朝日くんがどこまで記録を伸ばせるか。ちょっと緊張するかなって。やっぱり一人見られてる、そういうところ初めてだから、70点を目指します。FC 南三陸は低学年にはボールに触れる楽しさを知る、高学年には仲間と協力して相手ゴールを目指すを活動方針に、6歳から12歳までが日々練習に励んでいます。朝日右下の10を狙います。右上の20を狙います。朝日。
右上の以上になります。左上の以上になります。連続で20点を獲得した佐藤くん、ここから勢いに乗りたい。左下の20になります。お見事、3連続で20点を獲得し、これで70点。残すはラスト1球。100点になります。3連続で20点を決めた佐藤くん、記録は70点でした。自分の目標点数達成できたので良かったです。楽しかったので次も挑戦してみたいです。ベガルタ長澤選手と合わせるとチーム南三陸の記録は160点、暫定2位となりました。来週はチーム宇田川鎌田博夢選手が登場します。週替わりでベガルタの選手のインタビューをお届け。今週は郷家裕太選手です。昨シーズンは10得点を挙げる活躍でチームの年間 MVP に選ばれました。先月郷家選手は子供の頃に通っていた東北学院幼稚園を訪れました。園児とゲームをしたりサッカーボールを使って触れ合いました。みんな元気にボールを追いかけてて刺激をもらってまた頑張ろうという気持ちになりました。幼稚園の頃の郷家選手、ここで開かれたサッカー教室がきっかけになりました。ベガルタのコーチが実際に来てくれて、聖地じゃないですけど、はい、あの夢をいただいた場所でもあるのでまた帰ってこれて、はい、よかったです。高城市にある鶴ヶ谷サッカースポーツ少年団、郷家選手が小学校時代最初に所属したチームです。その1年を締めくくる最後の練習に参加し、後輩たちと汗を流しました。いわゆる蹴り納めの練習には他の OB も参加しています。郷家選手の弟滝さんもその一人、現在大学のサッカー部でプレーしています。ミニゲームでは兄ゆうたさんとの対戦も実現しました。毎年この時期の練習に参加しているという郷家選手、守備では体を張ってシュートを防ぎ、ボールを奪うと全力疾走で味方のゴールをアシストしました。また郷家選手はおよそ1年ぶりに再会した小さな後輩たちが以前に比べてぐっと力をつけていると感じたそうです。技術面とかもすごく上手くなってましたし、体っていうところも大きくなってて、僕も直接その子には声かけたんですけど、やっぱりご飯食べる量も増えたって言ってましたし、はい、大きくなったっていうのはやっぱ言ってたんで、僕がこう見て分かるぐらい、はい、本当にみんな成長してると思います。楽しかった。本当に選手が来て嬉しいなって感じになって優しかった。足早くてあのトラップが上手い、トラップが上手いと 足元の技術もやりやすくてだから上手いんだと思いました。練習を終えると郷家選手がみんなからの質問に丁寧に答えました。親がめっちゃスパルタで学校帰ってきてから7キロ走らされてて、走り終わったら1時間リフティングしてっていう毎日でしたね。小2で測ったのは最後で、小学校2年生の時に2000回超えて数えるのやめました。親が数えるの疲れてやめました。今ちょうどゆうくんは小学校2年生2000回目指して頑張ってください。はい、一番は、やっぱ出会いですかね。多分みんなも成長していくと小中高でだんだんとメンバーが変わってって友達も変わっていくと思うんですけど、そういう友達って20歳超えてからもすごく長続きというか自分にとって一緒の宝物になると思うんで、サッカーやっててよかったなと思うのはやっぱ出会って
どんどん友達が増えることです。楽しいひとときを過ごした郷家選手に新しい年の目標を聞きました。サポーターの笑顔っていうのも今年はなかなか見れなかったので、何としてでも皆さんの笑顔にして、最後嬉し泣きできるようなそういう1年にしたいなと思っています。この後ベガルタからのお知らせ。フィールドを駆け抜けてゆく君こそ願いそのもの。ベガルタ仙台は今年クラブ設立30周年。様々なイベントが行われます。お楽しみに。